グッドウィルブリッジからブリスベン商業中心地区方向を望むグッドウィルブリッジからサウスバンク地区方向を望むグッドウィルブリッジはオーストラリアブリスベンのブリスベン川に架か,かる歩行者及び自転車専用の橋で南側のクイーンズランド美術館やサウスバンク公園と北側のクイーンズランド高家大学ガーデンズポイントキャンパスをつなぐ橋である 2001年10月21日に開通し、当時ブリスベンで開催されていた、グッドウィル・ゲームズにちなみ名付けられた。この橋は歩行者、自転車及びインラインスケート利用者のみが利用でき、原動機付きの車両は通行できない。グッドウィル・ブリッジは、アーチ橋及びシャバリ橋の2つの主な構成部からなる。ブリスベン川の中間あたりに共闘が設置されている。 これは歩行者及び自転車橋の基本的な要素の一つであり、アーチの片端を支持している。このアーチは長さ102メートル、幅10メートル、高さ15メートル、重量360トンである。グッドウィルブリッジ4万人以上の歩行者と自転車が毎週この橋を利用し、サウスバンクとシティの重要なアクセスポイントとして確立している。 南端のサウスバンク公園とクイーンズランド工科大学のキャンパスを経由し、ブリスベン商業中心地区の間のブリスベン川に架かるこの橋は特にクイーンズランド工科大学に最も近いサウスバンク駅からの歩行者とサイクリストにとって生命線となっている。また、橋にはプラットフォームから外に飛び出たいくつかの展望台もあり、川の展望を楽しんだり、 休息する場所となっている。また、フィットネスを楽しむ者にとっても一般的な場所となっており、ジョギングのルートとなっている。パルクールはこの橋を渡ることのみに利用するのではなく、四種の運動場所としてや技術の調整場所としても利用している。ありがとうございます。